to go. おはようございます、ティナと申します。マリオ&ルイージ RPG 1デラックス実況プレイを始めていきたいと思います。こちらのゲームはですね、ゲームボーイアドバンスで出ましたマリオ&ルイージ RPG 1の 3DS 版リメイクですね。 DS から飛んで 3DS なんですよね。で、追加された要素も多いようなんで、で、当時、ゲームボーイアドバンスでね、まあ3周ぐらいしたぐらいやり込んだソフトなんで、うん、まあね、懐かしみながら、デラックス要素ちょっとね、気になるんで、プレイしてみたいなと思いますんで、よろしくお願いいたしまーす。ごめーん。なんで出たの？ですね、正直に説明します。これを撮る前に、実は撮ったんですよ、もう。ただ、撮ったものが音声が入ってなくて、ボツになってしまったんですね。なんで、まあ、ここの本当に最初版のチュートリアル面は置いてます。ただ、こっからやってしまうのはさすがにね、ダメなんで、初期データからやって、チュートリアル面超えたら、こちらのデータに乗り換えという形でやっていきたいと思いますんで、ニューデータでやっていきましょう。セーブデータ2つあるっていいな。あれ？早送りボタンある。ちょっと待って、2周目だから早送りボタンがあったんだけど。2週目以降からね、早送りボタンがあるみたいですね。さあ、マメエリア王国から、神前大使のご到着です。キノコ王国の隣にあるマメエリア王国が舞台となる。ね。おぉもういつ見ても口笑ってんな。口がすごいもん。キノコ王国の発展と、マメエリア王国の進行に合い。マグナ情報から贈り物でございましょう。ね。すぐ隣の国ですからね。そして、びっくり箱。いや、早いんだよ。開始何秒で出てくんだよ、このボス。キノピオがあっち馬にやれたら。こいつらが、まあ、今作の、お玉、悪玉というか、まあね、悪ですね。今回の、まあ、敵という、クッパじゃないんですよ、今回は。このゲームでは珍しく、クッパではないタイプの、マリオのゲームになっております。このゲラゲモーナですね。ちなみに。まあ、開始何秒で出てくるんだ、お前。いや、すげえな、これ。いや、顔、えげつない顔になって戻んのよ。そして、ルイージ。ね、ルイージが、緊急事態です。うん、洗濯物してる。ニジルさんも聞きましたか？マリオたちより早く出てくるラスボスもすごいっすよね。チュートリアルでね、このスライドパッドを動かして見てください。ちょっとまあ、ね、ゲームボーイアドバンスと違うのがさ、ほら、Wii のハンドルとかさ、ちょっと時代感じるわ。ほら、ラケットとかあるんだよ。マリオまた、まあ、マリオたちもね、いろんなスポーツゲームとかしてますからね。それにしたって時代を感じるわ、この家が。内装が変わったわ、だいぶ。ララララ、うー、ムーディーな歌が聞こえた。マリオってこういうやつだったのに、キャー同性でもダメなものはダメなんですよ。おお、来た。慌てるわ、そら慌てますよ。ピーチ姫が。その言葉を聞いただけでマリオは黙っていられません。行くぞー。ああ、もうダメだ、めちゃくちゃだ、これ。数秒で着替えやがった。さあ、ピーチ姫では何が起こっているのかと言いますと、クッパがいるんですよ。クッパがいるのも相当だけどね。なんかクッパいるけどね。クッパがいるということは、それは驚きますよ。それはお怒りですよ。この大変な時にまたお前ですか。しかも不意打ちとは卑怯者め。来ました。この神曲。いや、いいな、この曲。この曲好きだわ。ね、3DS になってさらに音源がリメイクされましたね。バトルですよ。いつもよりクッパをやっつけちゃってくださいと。RPG なんですよね。なんで、いつも通りアクションするわけじゃなく、コマンドを選んで、ボタンで攻撃。まあ、今回今マリオだけなんですけど、うん、これ下画面にちょっと解説出るんですよね。優しいですね。だから、ま、ペーパーマリオ RPG のなんか感じに乗せたね。じゃあ行きます。早速ね、A の
A、 こういう感じです。タイミングよく A を押す。失敗してしまうとこれはねピョンとだから避けれるときはこうやって避ける。そう、すべて RPG 要素だから。あと緊急ガードって今一瞬ありませんでした？これを使うと必ずガードはできるんです。要は避けるか食らうかってことですね。さあ、さっきちょっとやってみましょうか。これ緊急カード、まあ食らいます。食らうんですけど、まあちょっとダメージが抑えられるね。まあ防御ですよね。だから避けれる自信がないよっていう攻撃に関してね、これを使うことができます。ルイージ何してんの。さあ、クッパを無事に倒したの。ちょっと待って、こんなことする場合じゃないぞ。皆さん大変なことがありました。先ほどキノコ王国のお隣にある国マメエリア王国から神前大使がやってきたのです。もうすごい顔してたけどね。その神前大使が PGA の恋を奪い取ったっていうね、 CM でもこれ人気だったからね。 PGA の恋は奪われたみたいなね。ということで話すとね、話すとね、爆弾声になります。代わりに姫子が爆弾声に、兵器だろ。いや、ある意味これ兵器だろ。話すたびに。GBA の時もうちょっと怖かったんだけど、実はね。こんなピーチ今触ったら我が輩の島壊れるじゃないか。マリオなんとかしろ。それもいかがなものかと思うんですけどね。さあ、声を美しく取り戻してきてください。マメリアをここからやってきました。ね。ドットロさっさと犯人を捕まえて、ピーチ姫子に戻すわけのことよ。こうなるとクッパはね、まあ、ピーチのためになるクッパは動きますからね。いや、いいキャラだよ。マリオパーティーと大違いだ。我が輩の壁ジェットを使えば、マメロゴが一飛びだ。マリオ、さっさと出発の準備をしろ。おおおおおちょっと、ピーチ、話すな。もう喋るな、お前。おお爆発落ちなんて最低。このね、ルイージとかマリオにはセリフが潜在しないんで、こんな感じなんですよ。何喋ってるか分かんないけど、絵面で説明してんのがすごいな。クッパ様どっちにいたか？どっち？うーん。クッパ軍団集合って言って、さあ、そんなわけでクッパの亀ジェットにやってきましたけど、クッパの手下がいません。クッパがこんな低たらくだからでしょうか。おー、ルイージ。そうかそうか、そんなに連れてってほしいのか。ルイージは見送りのはずなんですけど、ルイージはさっきバイバイって言ってましたからね。そうだ、お前だ。おお、遠慮はいらん。足を引っ張りそうだが特別に連れて行って。さ、一つ言っていいですか、クッパってルイージのルイージに対してさ、認知ないの？クッパ気づいてないのかな、こいつルイージだってこと。こら待って。クッパ様、軍団ただいま到着しました。いや、ルイージの顔がね、このマリオ&ルイージ RPG からどっちかといえばさ、ルイージも結構目立ったよな。確かに今までなんかどっちかと本当に影薄かったけど、このゲームのおかげで若干なんか影が濃くなったっていうイメージは確かにありますね。さあ、頭数も増えて、増やしたんかい、頭数にするんかい、一人を除いて。何、緊急発進すぐ追うんだ。慌ただしいな。てか、クッパ軍団にやられるルイージの気持ちと生きたら。というわけでね、今からね、ルイージ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 、頑張れ、ルイージ、頑張れ。なんだよ、このイベント。あさあ、館内のイベントでね、入国することになるんですけど、パスポートは持ってきたのかという確認をされます。何の話だろう。二人とも分かっていません。そう、スーツケースを持っているということでね、このスタートボタンでスーツケースを開けると、これがパスポートになりますね。はい、ルイージとマリオ。スーツケースの上にさ、のこのこ立ってくるのもなかなかシュールな話なんですけど、持ってるじゃないか。これがパスポートだ。ん？ただし、このスパスポート、ちょっと、あるものが足りないんですね。写真がない？身分証明の写真がないんですよ。マメルも入国できないぞ。おんなよ。まあ、ここで写真を撮っていけば大丈夫だと。さすがクッパ軍団。なんか優秀なやつもいるけど、優秀じゃないやつもいますね。はい。おいえい。何やこの顔は。撮り方は簡単。この上にね。結構この写真に関しては、この行く先々でね、
取れるところがあります。まあこれは後々わかるかな。じゃあここはまずはね、初期写真を撮っておきましょう。撮るぞー。はい。おっと、言い忘れたが、写真を撮る時はじっとしてるんだぞ。十字形をしてポーズなんか撮るんじゃないぞと。そうですよね。身分証明の写真でポーズなんて撮っちゃいけません。はい。はい。じゃあ、これでね。もう、そうそう。身分証明はね、ちゃんと。緑のヒゲです。じゃあ、行くぞ。ほい。じっとしていろ。ポーズなんか撮るんじゃない。わかったわかった。はい、行きます。スタートボタン見よっか。ルイージ何してんの。さあ、クッパ戦隊のバトル、一応ね、ちゃんとクリボーがいます。ちゃんとクリボーいますよ。ただこのゲームに至っては最初の敵はクッパでしたけどね。というわけで、なんだかんだでクッパとの後にクリボーがちゃんと来ます。はい、クリボー1、クリボーはやっぱ踏んで倒すもの。さあ、でルイージはちょっと特殊でして、全ての行動が B です。一般的な RPG だとちょっと違うんですけど、全ての行動を B で行います。だから B で攻撃になります。 L を押すと戻ります。 A でも戻れない、あ、 A 戻れないんだこの世代は。 L で戻る、だから B でね、全ての攻撃を行います。はい、全部 B で踏んでいく、こういう感じです。さあ、せーの、はい、よし、 OK。 こういう感じでね、避けて攻撃とかできるからね。君たち、ちょ、俺が今説明してんだけど、なんだお前らそのダンスは。早速押してみましょう。はい。クレーンが出てきます。まあ、クレーンでね、じゃあ、樽をどかそうかと思ったときに。ん？あー、これ痛いやろ。痛いで、クレーンで掴まれたら。あー、荷物と間違えて連れられちゃったみたいだな。せっかく監視係もするか。ルイージの扱いとは思えないけど。ルイージ扱いが、あ、本当だ、監視係になってる。クッパ様、もうすぐキノコ国とマリミュー国国境付近を通過いたします。うむ、ご苦労。さあ、隣町の国境付近ですね。おお、目飛び出とる、目飛び出とる。何をそんなに騒いでるんだ。クッパなんで踏まれんのいっぱい。さあ、何が来たのかと。来ましたこのギラゲームをうるさぶり打つくれて、一億でやいんじゃ。お前がピーチメンコン盗んだ犯人だな。その通り。早速バリューにかけて次の作戦開始するんじゃ。お前らの間に一人場はない。ゲラゴピッツということで、ゲラゲモナの腹心、ゲラゴピッツ。まあ、簡単に言えばミルドラーセルとゲーマーみたいな存在です。まあ、こいつの方が強いっすね。どうでしょうね。我はゲラゲモナ様一番弟子、ゲラゴピッツである。というか、我一人しかいないのである。唯一です。てか、もう本当にこいつしかいないです。弟子は。弟子も減ったくれも、こいつしかいないですからね。はい。というわけで、このゲラゴピッツとチュートリアル試合みたいなところですね。あー、クッパが一撃。クッパー。あれ、笑い方まで似ちまった。さあ、中ボス戦ですね。まあ、初のボス戦にはなるんですけど、まあ、特に言うことはない。基本的に、ここで死ぬこともやっぱりない。チュートリアル面の、まだ一つです。チュートリアルが結構このゲーム長くって、1時間ぐらいかかるんですよね。おー、いいね。ルイジモがダメージ出てんのか。ルルルル、せーの。はい。この敵の攻撃には、多分クッパが言ってくれるか。じゃあ、クッパが言ってくれるんで待ちましょうかね。お前ら、クッパがね、なんか、こういう風に移動してくるんですよ。どういう風に移動してくるのか。避け方すり替えた、まあ、せっかくね、聞きましょう。何かを言った後、動きを、何を、で、ルルルルス、マシンの向きを見る。これ、攻撃するとき絶対わかるんですよ。はい、ここ基本的に、避けられない攻撃はないです。めちゃくちゃ避けずに攻撃はありますよ、ロックマンみたいに。ただ、絶対避けれます。避けれるとか、ただ、難しかったら緊急ガードですね。難しかったら緊急ガードで防ぐっていうのも手ですね、今作。ただ、ゲームボーイアドバンス時代には緊急ガードはありませんでした。なんで、必ず避けるしかなかった。ただ、ちょっと違うのはね、実はね、ゲラゴピッツ、ああ、もういいか。
もうゲラゴピッツそうだったか。昔はね、このゲラゴピッツなんですけど、あのマシンの向きじゃなくなったんですよ。セリフだったんですよ。一部セリフがいます。もちろん向きだけじゃなくセリフで判別するタイプもいるんで、ほい。まあ一概にね、見るだけではなくセリフも注目するっていうのが大事なところですね。一応全ての攻撃が避けるというだけ言っときます。まあさすがにね、すぐ終わりよ。こんなこともあろうかと、いらっしゃーい、何台でもいるよーと基本的にはこのゲラゴピッツずっと機械にくっついてます。もう十分なであーるる。こんなのがいつまでもいつくさ食ってる場合はないのであーるる。一気に片付けるーるる。圧倒的な力の多さを見せつけます。こんな力があんなら初めからやっとけと。あー飛んでっちゃった。あー壁ジェット。あー壁ジェットが GBA 版だとね、結構ひどい目に遭ってたんですけどね、すぐ、あー待って待って、それでも爆発落ちした。星が幻想、今のバスワードは何なのだ。大至急確認せよ。おお怪しい流れ星発見。そんな光るんだ、マリオとルイージってね。なんでそんな光れるんだ、なんか光りすぎでしょ。星屑が落ちたぞ。大至急大至急確認せよと。ここで、初めのチュートリアルダンジョンですね。国境付近。国境は通過できませんでした。あれ、マリオいないよ。マリオうーん、よいしょ。この掛け合い面白いな。じゃあここから、星ふざが原の、冒険が始まりますが、ここはぶっちゃけ言います。ここもチュートリアルです。